三茶祭り、三茶祭りだよ。お前らも来い。暴れんぞ。喧嘩祭りだから、三茶はよ。西山と同じようなこと言ってる。え、本当ですよ。課題もやっぱり関係ないですよ。もう、バッチリ、格闘家でもいいですよ。もうやるんだ、内藤君は、もう三茶で。いや、もう多分、発表して言えないですよ、聞きますけど。あ、何やりますよ、ガチガチに。じゃあもう、あれだね。遠くから見てくる。まあ、このストレスは、三茶か。すごくね、もう。まあ、かっこ悪いけど、昨日、ガーズバー行って、ちょっとね、まあ、いろいろ人だったりして、その後ね、ちょっとまあ接待でね、ふうのこと風俗いっちゃってね、もうでもね、車に迎えに来ましたからね、僕がいるとこに。そこまでなりましたよ、浅草で。なんだこの野郎、逃げるとこって。浅草来いとね、日曜日よ、この野郎、マジでよ。喧嘩祭りだぞ、この野郎。内藤豊の喧嘩祭りか。おい、来いてめえよ。じゃあ三社祭りはもうあれだね、もうユーチューバーもと喧嘩場あるかもしれないですね。ああ、もう内藤君、これは内藤豊の喧嘩祭りだね。浅草来い、来い、まあこの野郎。まあ昨日はとも体育ちげえぞ、もう浅草来ちゃう俺は。まあちょっとね、遊ぶところ女だけに行ったけどね。お前ちゃんと迎え来るよ、お前、店の人間が。内藤さんって言って、そこまで浅草に力つけましたよ。俺は権力持ってんだもんね、野郎。三社祭りで暴れてっからや。もうさすが内藤さん、はい。早速三社で、三社さす2週間で締めた。日曜日だ、日曜日。いや、マジですよ、マジで。もう何かあったらすぐに。さすが内藤さんじゃないですか。もう2週間で締めちゃったんですね、浅草。あ、今日は疲れましたね、昨日。今日寝たの12時半過ぎ、1時前やったからな。だけど遊びに行っとったからやろ。やばかったよ、昨日。すげえ気持ちよくて、すぐ行っちゃった俺。